ゆうみとももが遊びに来たぞ。ヤドゥのこの表情の理由とは。今週も始まりましたパチタン TV、 皆さんこんばんは。ちょっとお二人に軽い気持ちで聞きたいことがあるんですけど、はい、いや軽い気持ちならやめてください。軽い気持ちで聞くならやめてください。ちょっと気になる。そんな聞きたくないってことでしょ、はい、だってどうでもいいってこと。どうでもいいってこと。どうでもいいわけじゃないけど、まあ、2017年、はい、なんか登場してほしい騎士とか、まあ、パチンコパチスロで、あ、なるほどね、うん、あるかなと思って。さやちゃんなんかある？ライターさんが出る台。あ、ライターが出る台ね。なるほど、ライターがいっぱいいるからね、うんうん、この人が出てほしいっていうのあるの？全然やばい。何この笑いは。言うだけ言って何も考えてない。え、だって軽く聞いたじゃん。まあまあまあ確かにね、軽く聞いたから軽く答えてんだよ。そうか、ごめんなさい。まあ山野さんはじゃあもういいかな。ちょっと山野さんはまあいいかな。用意してるから。嘘。じゃあエンディング、エンディングでエンディングで聞くんで、はい、うん、じゃあまずはですね、はい、早速今週の企画をご覧いただきたいと思います、うん、はい、どうぞ。皆さん風邪はひいてませんか？実は北極と南極では風邪をひかない。本日はオーパスカレー店に来ております。いや嘘でしょ。いやこれ本当に北極と南極風邪ひかない。なぜか知ってます？いやわかんない。まあ真面目な話するとウイルスが生きれないぐらい寒いからなんです。あ、そうなの？だから風邪っていうウイルス。そんなに寒くなったら引かないの？そうなんです。嘘。あとバカは風邪引かない。ちなみに僕は15年風邪引いてません。いや聞いてねえわ。え、聞いてねえわ。聞いてない、うん、全く聞いてない。まあ、あっちも聞いてないですけどね、うん、いるんですけど。ちょっとね、今日ね、2人いるんでね。そう、うん、ゲストが。じゃあ呼びましょうか。遅いとか言われてるから、うん、じゃあ呼びましょう。どうぞ、はい、お願いします。どうも。早いわ言うの。帰ってきました、ももです。ただいま、ゆうみです。はい、ということで、久しぶりの2人をお迎えしまして、男女ペアバトルを行いたいと思います。ペアバトル、そしてなんとね、もう決まってますんで。あら、こっからです。ヤドゥさんとチーム。そう、珍しいな、この方。ヤドゥ、ゆうみちゃんがパチンコチーム、はい、なるほど。そして僕とももちゃんがパチスロチームでバトルを行っていきます。楽しみに。元気ないな。久々鹿児島来たの。なんで笑ってんの、ずっと。嬉しいの、来れて嬉しいです。何何何何、来れて、来れて嬉しいです。おーおーおー。じゃあ体調整えてこいよ。風邪気味のももちゃん、ここが南極か北極だったら風邪ひかないのにね。ということで、今回4人が遊びに来ているのはオーパス鹿屋店。最新機種から人気機種まで幅広く設置、地域に愛されるアットホームなお店だぞ。はい、僕らは並びでハーです。というのも、なんとですね、ももちゃんが今288ゲーム、そして僕の台が285ゲームと、ヘルゾーンが狙える2台が隣同士空いてましたんで、これでいきたいと思います。いや、ちょっと待って、ももちゃん、ちょっと喉の調子が悪いからって喋んなさすぎです。いやもう今日はアンサーに任せようと思って。アンサーって何なんだい。一番今日声でかいの笑い声だからね。本当に嘘だ。本当よ、頑張ってるんですよ。いやさっき機種選ぶ時もももちゃんは、いやどうしようかね。聞こえないじゃないですか。いやそんな感じだったから。嘘だ、張ってたよ。大丈夫なの、ちなみにハーデスは。か弱い女子のためにガッキーがちゃんとフォローしてあげてね。頼りにしてるから、アンさん。さあ、ということでパチンコチーム大選びは今回ファーストレディということで、ゆうみちゃんが選んでくれました。選びました。なぜ？いやだってゆうパチコーナーなんですけど、あのね、せっかくね、鹿児島久しぶりに来たから当てたいなと思って。なるほど、はい。ただね、あのすごいんですよ、人の多さが。いや本当ですよ、他のコーナーもちょっと見たけど、うん、空いてない。空いてないんです。まあで、ゆうみちゃんが選んだ台は AKB と、はい、ね。で、その隣で僕はヤドゥさんには仮面ライダー、仮面ライダーフルスロットル。まあたまたま僕の大好きな台なんで、まあとりあえずあのチームには負けませんよ。そうですね、
あの鹿児島の根性を見せてやりますよ。そう、鹿児島のコンビ川、はい意外と相性いいかもしれないっていうね。うん、鹿児島出身のヤドゥーチーム、薩摩パワーを見せつけられるのか。さあ疾風ゾーンです。いいよ、うわ来た、フルスロットル。あーこれもらったわ。はい来ました。これ3人揃ってるだけで大チャンスですから。来い、はい、早い、早い、やる。やっぱね今年は本当に違うんですよ。ヤドゥが大当たり一番乗り、ま、さあ時短で引き戻せるかがこの台では重要になってくるんだけど、果たして。アマゾン合流です。頼むよ。あ、熱い勝利期待で4つ星。いやー一番弱いのか、チョップチョップって。うわ、あもうね、わかるわかるわかる、気持ちはわかるよ、わかるけど、ほらやっぱ2017年違うから、もう何でも当てちゃうんですよ。っていうか当たってくれる。ヘルゾーン広角に突入しまして、突入した瞬間、ももちゃん入りました。ヘルゾーン来ました。まあ、今2人とも400ゲーム入ったばっかなんですけど、まずね入ったんで、ももちゃんがこれ決めてくれれば一番楽になる。頼むお、熱い熱いよ、決めろ決めろ、よっしゃナイス、やるじゃん、よし、あっちへ行こう。よしよしよし、見事ももちゃんがヘルゾーンから初当たりをゲット。さあジャッジメントで出てきたのは、さあ行け頼む可愛くないですいやそんな感じなんだって。カモン、よしよしよし、もう一回、おうまい、いけ、100、あー惜しい全然いいね、全然いい全然いい、 OK OK、十分十分、素晴らしい、上手。ももちゃんはケルベロスでまずまずの結果。一方 ST に突入していたヤドゥはというと、4 2 1、ももちゃんがどれぐらい上乗せするかにもよるけど、両チームの勝負は五分五分といったところ。私は鹿児島が大好きです。なぜ鹿児島人に媚びを売り出すか。あの本当なんですもん、あのゲストに読んでほしい感が半端じゃないよ。
上位モードは間違いないし、当たってる可能性は十分あります。もうちょっと回します。やばい。まあ当たってないんですけどね。じゃあいいんですよ、こっち当てても当たるから多分。ほら、オーケーオーケー、2回目の初当たりをゲット。さあここで出てきたのはおい、ここを生かせば一発で勝つよ。わかりました。さあお願いします。いきます。とりあえず約9分の1ですからね。まずはちょ、レバーを押してください。アンサー、アンサー、これ得意だよ。アンサーお願いします。えい、ほら、ねえ、揃えちゃって揃えちゃって、ほらそこ揃えないと。マジか、いいの。一応ね、超じゃなくてもレアで引き続ければ終わんないですからね。とりあえず最終ゲーム、やべえ、犬の方得意じゃん。おかしいな、犬の方いいじゃん。あれかわいい、めっちゃかわいい。おいおいおい、開き直るな。でもこれが見えただけで十分。やめろその感じ。嘘。ミュージックラッシュです。突入しております。カメラがいない間にね、ヤドゥさんがカメラ回してくれたんだけど、使われるか使われないかは分かんないですよ。いや、多分ね、あなた仕事奪われますよ。俺のカメラっぷりに。カメラワークが半端ない。やっぱね、次はもうちょいまっすぐ撮ってくれるかな。何様ですか、カメラマンさんに向かって何様ですか。だって年下なのに優しくないんだもん俺。そうなの、なんか。見事復活でミュージックラッシュ継続と、ここでももちゃんの台に大変な出来事が。皆さん、ついにやったかもしれません、僕ではなくももちゃんが。どうぞ。十分期待できますよ。めっちゃ緊張する。いいですか。お願いします。頼む。お、あるあるある。ちょっと待って、これ引いたぜ、引いたぜ、いけるよこれ。これ勝ったの、やった、勝ったの、うち。やさあ、揃えちゃって、いきます。はい。やべー、かっけー、かっこよすぎる。宣言通り、神って呼んでください、神って。あの、僕のこともう、あんっていうのやめてください、神様。おい、いや、戻ってきたなら一言言いなさいよ。あのね、めちゃくちゃきついんだから。ゆうみちゃんはここで連チャン終了。ももちゃんがゴッドを引いた今、ヤドゥだけが頼りなんだけど。あ、来た、これは熱い。はい、来た、行きますよ、見せどころ。さあ、リミット、もう一個いけ、もう一個、バクソまで。いやー、バトルか。いやー、どうかな、弱いな、一人なんですよね。先制はチャンスです。さあ、もちろん青以外、まあ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 、パンチ、ね。
うわー、マジか。マジかー、もうちょい。復活まで。いや、今年の俺はできるはず。やればできる子。ヤドゥは結局時短では引き戻せず、大連チャンすれば勝利の目もあったんだけどね。一発目はカモン。まあ最初だから、あと2個あるからね。2個あるから。あと2回もあるとか言ってたけど、結局何も来なかった。何も来ない。結果表、はい、いや今回ももちゃんすごかったですね。神です。うちのももがね、散々やってくれたんですけれども、まあ、結構こっちも良かったっすよね。良かったですよね。負けてないですよ、うん、勝ってると思ってましたもんね、途中まで。だって今年らしいヤドゥを見せて、おうおうおう、まあもうそら素晴らしい。俺の尺しかないんじゃないかな。自信があると。自信しかないよね。うん、オッケー、うん、今回はディレクターが結果の発表しますんで。なるほど、はい、それではお願いします。勝者はガキモモチーム。そりゃそうでしょそりゃそうでしょ。ちょっとガキって聞きにくかったけどガキモモチーム滑舌悪すぎでしょまあ僕らのチームが勝ちですんで。なるほど、まあそうですね、罰ゲーム、はい、ありますからしっかりとねやっていただきたい。今回は、はい、ゲストのゆうみちゃんの恥ずかしい裏話をヤドゥから発表してもらいます。俺から。わー、はい、そう、今回の罰ゲームはゆうみちゃんの恥ずかしい裏話を暴露というもの。ただし実はゆうみちゃんには話す内容に関わらずビンタをするように言っていたんだよね。ヤドゥはそのことを知らないってわけ。カメラマンさん、よりいけます、よりよれます。ここちょっと待って、この電線見てこれ、ひどくない。ちょっと、これ刺しちゃダメなんじゃない？でしょ？禁止でしょ？いやだって今までバレてなかったからね。ちなみに、マジで。ちなみに、これぶっちゃけますけど、3枚目です。3回履き替えてます。全部伝染させてる。姉さん大丈夫ですか？いやマジ、今までカメラにバレないようにずっと隠して映してきたんですよ。いやでも収録中俺その足しか見てなかった。うるさいわ。いっそ。怒っちゃった。怒っちゃった。今まで隠してきたのに何なん？あのこれやらせとかじゃなくて今ガチガチ怒り、眉間にシワ寄ってたし。音超気持ち。いやももちゃんよかったね本当ね今日はね。あ今日よかったですね。よかったし、あの今までのゲストの中で一番素晴らしかったと思います。ということで今回はオーパスカヌア店からお送りしました。イエーイ。ヤドゥのことは嫌いになってもゆうみちゃんのことは嫌いにならないでください。あのね、はい、なんか忘れてないですか。え、何何2017年寝てほしい台の話を、うん、オープニングでしましたけど、ね、なんか忘れてないですか。え、何も忘れてないと思いますけど。大丈夫です。え、何大丈夫じゃないだろう。何何 何前にも話してたやろ。え、何 CR 山のキング。あ、いらないです絶対売れないですすぐ廃盤になりますよ、ね。早い、うん、すぐなくなっちゃう。早いやろもうちょっと無視せず。俺やっぱ夢なんだよ自分の代が出るっていうのは。ヤマキンさんしか出ないんですか、私たちとか。まあ、基本。あ、いやもういるじゃん。いや何、うん、登場するんだったらちょっと話の。じゃあ分かった、2と4で使ってあげるわ。2と4、通常図柄。通常図柄。なんで CR ヤマノキングの7がメイちゃんなんだよ。おかしいだろ。じゃあもう時間ないんだからここさ、ね、あのこういう代だっていう話をさせてくれるメイちゃん。もしその代が出たら私たちは隣に置いてください。聞いた、はい、俺が今話すからもう黙っといてくれる。お時間ないでよほら。いいやいいや、もういいです、いいです。時間ないやん、もう。ちょっと、まあね、2017年もいろんな台がありますのでね、ぜひ皆さんあの楽しみにしていただきたいと思いますということで今週はこの辺でまた来週お会いしましょう。おやすみなさい。サングラスリーチ熱いぞ。
一の間時間つぶしにもってこい。来週も見てね。行くよ。